6番さんから順々に回っていきますので、その権限はお任せいたします。それでは始めます。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は霊能者です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番村人陣営です。そうですね、まあ、占い師が神狼で出たとき、その神狼が、1人を両方とも釣り押した場合、その人は、白くなる、まあ、釣らない方がいいだとか、なんだろう、そういう情報を落としていけたらいいなと思っていろいろ思考開示したいんですけど、まあ、白黒理由はっきり言うとかはまあいいとして、なんだろうな、あと、自分の狂人のイメージっていうのはひたすら、荒探しして、ちっちゃい矛盾とかをいっぱいついてって、まあ、うるさい、簡単にざっくりとうるさいってイメージで、逆に、狼の人はうるさくないっていうイメージかな。結構、占い師にすり寄ったり、意見強い人にすり寄るっていうパターンが多いと思っている。まあ、そこら辺注意しながら見ていきたい。以上。4番のプレイヤーが発言します。お願いします。なんか3番さ、なんか途中はずっとわけわからんやったんやけど、まあ、とりあえず、狂人うるさくて人狼うるさくないってことね。まあ、それを言うと、まあ、逆に動かれるよって話はしときます。一周目に出てくる、霊能に関しては僕偽でおります。はい。で、占い師に関してしっかり、グレーに対しても触れて、役に対してどういうふうに動いてほしいっていうのをしっかり触れてほしい。グレーに関して、まあ今、とりあえず3番に関しては2周目では置くけども、うん、色がつけれるような発言があれば、まあ前の人たちにどんどん触れていってほしいなって感じです。はい。で、霊能に関して、その一周目で見せようって言ったけども、なんなら俺決め打ちたいっていうふうに思ってるタイプの人間なので、わざわざ霊能に縄を使う必要性がないと思ってる。もったいない。はい、以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。霊能精査じゃあしましょうよっていう話で、じゃあ、偽をすればいいじゃないですか、先に。で、芯残せばいいじゃないですか。うん。で、まあ、そういうことですね。で、まあ、決め打ちが理想ですよ。うん。どうしても、その、芯までロラするっていうんだったら、勝たなければいけませんよ。勝つために何もしなきゃいけないって、グレー精査と占い精査です。はい。時間はそれに割くべきです。霊能精査はいらないです。もう5秒でいいです。一言でいいです。頭の中で考えましょうよ、発言前にも。霊能精査っていうのは。うん。どっちを釣るでもいいですよ。うん。で、ロラするという気持ちがあるんだったら特にもですよ。うん。霊能に時間割いてる暇なんかないですよ。グレー精査と占い精査ね。うん。だけど、本来の正しいのは決め打ちですね。芯を残す。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい。6番です。村人陣営でした。CEO 特にありません。そうですね。まあ3番さんはまあ2周目1かなというところで、4番さんはなぜ1周目に出てくる霊能者は偽を起するのかっていう理由まで聞きたかったかなと思います。村目線的には霊能者1周目で出てきてくれた方が、場面も確定するし、プレイ精査しやすくなるんじゃないかなと思っています。で、9人村なので、占い師、が、まあ、
一角じゃない場合の可能性の方が多いと思うので、2仕様、3仕様もあると思うので、その時は単体精査していきたいと思っています。で、あと、まあ、ライン切りもあると思うので、盤面精査もしていきたいと思っています。で、例の私は釣り切り派です。なので、5番さんの便乗になるかもしれないんですけど、あまり精査はしないです。例のに関しては。釣り切ります。以上です。7番。のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師です。ランダムで8番さんに白が出てます。8番さんの白知ってます。お願いします。3、4は2周目で、5番さんはまあ引っかかったというかちょっと違和感持ったのが、まあ霊能なんて釣ればいいじゃん、でも最後は決め打ち、うん、する、まあ最初、まあ霊能なんて釣ればいいじゃんっていうことは、まあ、もしも5番さんが人外だと仮定すると、まあ、強靭はなくなるのかなって思いました。ですが、最後、決め打ちするっていう発言は、強靭でも全然、あるのかなと。だから5番さんが、なんか、あやふやな、ごめんね、あやふやなことを言ってるような、これが、もしも捏造とか入ってたら5番さんごめんなさいって感じですかね。はい。6番さんはその点、まあ、俺の思考が間違ってるかもしれないけど、6番さんは、5番さんについてそう思わなかったのかなって思いましたね。はい。8番のプレイヤーが発言します。8番です。7番さん、白ありがとうございます。これで枠が取られなくなったですね。まあ3番、4番、5番、6番、グレー。うん。まあ霊能がどうとかって話してるけど、まあ霊能なんて決め打つ要素も落ちないし、霊能に使ってる時間ももったいない。っていう意見はまっとらと思ってるかな。6番さんとか言ってる？ただそれは普通に考えて、なんていう、理論的に考えれば、決め打ちした方が穴は、その分グレーに使えるし、杖ってのは当たり前ってことで、5番が言ってるのはそういうことでしょ。だから普通に考えたら決め打ちの方が理想なんだけど、まあ無理でしょって話を5番が言ってるんじゃないの？って俺は思ったけど。で、4番も決め打ちするって言ってるけど、まあできるならいいけどね。まあ無理でしょう。って感じですかね。はい。一周目以降、考察頑張りたいと思います。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい。9番です。占い師です。6番さんに白が出てます。ということで、対抗の8番さんは、まあ、人狼か教授に言ったら、まあ、発言からは別に、つけれてないんですけど、まあ、3番さんから始まってるんで、8番さんが教授だったら、まあ、9、1、2で黒囲い狙える確率は割と高いと思うんで、後方に出すかなと思ってるんで、まあ、前半出してるとこで人狼起きしますね、今は。はい。で、グレーに関しては、3、4、5、7。まあ、4番さんに関しては、決め打ちしたい。まあ、その上は心象がいいかな。うん。ちゃんと精査する意欲はあるんだなって思いました。ただ僕は釣り切り派ですね、2人出たら。はい、わからないんで。で、他は特にないかな。5番さんとか7番さんとか見つけになるとかなかったですね。サバさんに関しては言ってることがよくわかんなかった。1番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。お願いします。まあ、3、4に関しては2周目だと思うんだけど、5、6って進行論の話しかしてなくて、3、4についてどう思ったのかとか、ちょっとでも落としてくれたらよかったのになって思うんだけどね。進行論が違うから黒いとかそういうのでもよかったと思うから。だから5、6って何も情報落ちないなって思うし、5番、って思ってるかな。で、7、9が占いして、7が8白だよね。で、9が6白だよね。7番さんが狼だった時ってほぼほぼ7、8ロールだと思うけどな。っていう精査が9番さんないんだなって思ったから、9番さんもあんまり新っぽくないなって思ってるかな。7番さん狼で見たら7、8ロールだし、7番さん強靭、そういう発言とか中には、もう前は7、8ロールで見てますね。だから9番さんっていうのは8占った方がいいと思うよ。以上。のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営特に塩内です。僕5番さんが怪しいと思ってて、霊能に触れるぐらいなグレー精査しろって言った割に4さんに全く触れてないので怪しいなと思ってたんですけど、で1番さんが言ってたんですけど6も触れてなかったよって言ってたんですけど、僕そこ
僕の発言から拾えてなかったんで、危うく5番だけを黒塗りするとこだったなと思ったんですけど、ただ1番さんで気になったのは、7、8で、なんで7、8ロードが硬いと思ったのかは理由聞きたかったかなと思いましたね。別に僕7が、うん、別に7、午前で8にしろ打つのは普通かなと思ったんですけど、まあ9が7を占いで出てないと思ってたの、把握漏れしてたのはちょっと気になったんですけど、まあ、で、4番さん、3番さんに優しくない人だなと思いましたね。まあ僕、今は、ツイッチは5かなと思ってます。はい。以上です。3番のプレイヤーが発言します。語りにしろ？はい、そうですね。ちょっと、この使用する前に言いたかったことを言いますね。まず9番さんが、3何言ってるか分かんなかったっていうことで、まあ、例えば、9は7のことを狼だと思っている。7が3釣りたいって、釣りたいって言ったとき、言ってて、9も3を何言ってるか分かんないから釣りたいって思ったときは、私って、その、どちらか狼、どちらかが真がどっちも投票したいって言ってるから、私白いですよっていうことを言いたかった。だから、何言ってるか分かんなかったっていうんだったら、ちょっとやめてほしいかな。占い師だから。7が自分のこと、釣りたいって言ったら、また全然話変わってくるからね。2周目。で、2番さんが1番さんのことを少し叩いたけど、でも1番さんが7、8黒いっていうのは結構白いんじゃないかなっていうのは、7、8って今釣り位置じゃないからね。グレー、あ、違う、釣り位置じゃない、あ、うん、そう、釣り位置はあんまそう、に今、レ、あ、だからやっぱりダメだな。まず霊能から、まあでも霊能どうでもいいっていう話だもんね、今ね。能してってことだから、霊能どっちか、簡単に言います。で、7が西色？全然わかんねえな。なんで語ったのかわかんねえけど、まあ、一番さんってこのまま行けば白いかなと思ってた。理由っていうのは、その、グレーから釣るんだったら、7、8にを黒くしても何も意味がないからね。っていう、あとね、なんだっけな。7、ごめん。4番のプレイヤーが発言します。ああ、できた。霊能ちょっと遅らせた理由は、バッティングさせようかなと思ったし、で、1周目から6番さんにアンサーすると布石言ってましたね、僕、霊能っていうのも。1周目で出てくるイコール偽物が僕自身、確定してるので、まあ、あからさまだったとは思うけどね、それ分からんかったかなって感じなんやけど。7進9ローで追ってます。9番っていうのは霊能釣り切りっていう話から始まってるし、そもそも、7、8を全く追ってない、プラス、なんかね、ロー要素があったんだよね。ロー要素っていうか、7番の新要素が高くて、7番さんっていうのは5番さんの強否定だったりとか、グレーに対しての触れ方っていうのはすごい心象良かったって思ってるから、7番さんをオールシーンで追ってます。5番に関して偽要素を上げるんであれば、そもそも5番は霊能釣り切りっていう風に、村目線っていう風に発言してるけど、普通ならどっちかみたいな。なんて言ったらいいかな。5番さんは、とりあえず霊能に関しては、決め打ちが本当はベストだけど、まあ釣り切るっていう話も出してる時点で、新霊能だったら、釣り切ってほしくないっていうのがごもっともない意見だと思ってますので。そこをその話をしてくる5番さんは僕は強人では置いてますけど。対抗で出た以上の話ね、これは。グレーに関しては、1番さんが8番を占えって言ったのが唯一気になった点かなって感じです。今日絶対5です。はい。5番のプレイヤーが発言します。うん。4番がローの可能性もありますよ。で、4番ずれですよ。うん。本当の霊能は霊能のこととしか語ってません。私霊能だから決め打ちしなきゃダメなんです。偽物を釣らなきゃいけないって話してましたけど、ここまでわかりやすく言って俺が偽になるんだったらね、やっぱり勉強し直した方がいいと思うよ。うん。さすがに、4番を死んだと思うんだったら、まあ、結果を見ましょうね。うん。結果見て反省だよ。うん。恥ずかしいと思ってね。うん。俺が霊能じゃなかったら何なの？うん。言ってるないよ。4番の偽要素捏造してるね。今ね。決め打ちだって俺言ったよね。日本語わかるよね。偽を釣るんだよ。うん。でも俺は決め打ちしてほしいけど、
どうしようもない人たちはローラしちゃうでしょ。俺の真しかありえないんだけど。どう考えて俺が偽だったら出るわけないだろ、まず。こんな伏線張るわけないでしょ。でもローラしちゃうでしょ。うん。ってだけの話ね。俺は基本的に俺が死んだんだから決め打ちをしろっていう話だよね。話の流れ聞けば。でも4番はなんか言ったよね。うん。ロラを飲んでるようにって一切飲んでないよね。一連の1分間の話を聞いたらロラ飲んでないよね。むしろ決め打ちしろって言ったよね。ただし、時間がもったいないから、グレーセタと占いセタしましょうって言ってんだよ。うん。普通に考えればロラしちゃうんでしょ？うん。こんなの4番の色見た方がいいよ。ローの可能性があるから。うん。で、まあ、71については分かり、あ、72について、79か。79は分からないですよ、僕は。でもみんながちゃんと占い者とグレーセタしなきゃ勝てませんよ。うん、以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、6番です。よろしくお願いします。そうですね、4番さん、まあ、1周目を出てきた例のは偽で見るっていう理由がバッティングさせなかった。いや、4番さん、の発言的に、それ、偽で見ますって言ったら、神話は出てこないと思いますけど、っていう感じですね。それで霊能ですって出られてもちょっとなっていうところがありますね。で、5番さんの発言的に、そうだな、結構、感情的に村というか、霊能シーンじゃないかなと私は思ってますけどね。龍馬さん、そのバッティングさせたかったっていうけど、一周目に出てきた霊能は偽で見ますって、そんなの普通人が出てこないでしょうって思います。で、あと一番さんに、言われたんですけど、私一周目で四番さんに、なぜ一周目の霊能を偽で見るか理由を言ってほしいってちゃんと触れてますよ。触れてないって言われたけど、うん、ちょっとそこは捏造入ってるかなと思ってます。で、占い師、7番さんと9番さんの反対星座はまだ続いてないかなと思ってます。7番さんの方がまだグレーに触れていたかなっていう印象はあります。うん、なんか4番さんは、5番さん、まあ私はもう霊能釣り切り派なんで、あまり精査はしたくないですね。もう4号釣り切りでいいと思ってます。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まず語った理由をちょっと説明しますね。単純に一つは平安村にしたかった。はい、対抗が出て正直いちいち考察するのが正直大変だしめんどくさいから。はい、でもう一つは3番スタートで俺は2にランダム白が出てるから、もしも891にね占い師が出てないってことは多分この中でほぼほぼね平和村にしないと思うから占い師が出ると思うんだよ。うん、だから891どれでもよかった。うん、とりあえず8番にした。はい、ただ9をロジックで置くんだったら8はないかなって思いますかね。9が8に触れてる ところから8っていうのはないかな。ただ一つのパターンとして9が強靭だった場合っていうのは分からない。もしも9が強靭で、4号人狼って考えたときに、5番の人狼っていうのは否定できるかなと思ってるかな。まず最初に釣り切りを飲んで、最後に自分が霊能だから決めてほしい。これは5番さんが本当に霊能者だったら、多分5番さんの感情的に俺は真かなって思った。だから俺はロー否定できるかなって5番さんは思う。だからあって強靭かな。はい。まあ、強靭の要素は、2日目の考察は4番さんだけだったから。うん、5番さんは。だから、一番怖いのは1番か、まあ、色を出さない6番かな。3番は印象良かったかなと思いますね。はい。もう一回言うね。2番白です。まあ、把握盛りしてる9番なんで、8番占い師ですよねって言ってるぐらいではね。8番のプレイヤーが発言します。まあ、例のどっちでもいいんだけど、4も5も芯がないかな。まず5に関して、なんか、俺が芯や、俺で芯だろみたいな言ってるけど、どうでもいいから、グレーせず上げてくれよって話だからさ、5番さんわかるかな。対抗なければいらないし、自分の芯上げもいらないんだけど、まあ、4号どっちか、釣っていいと思っています。で、釣り切りでいいんじゃない。占い師に関しては、まあ、7番の方が芯目高いかなと思うかな。まず9に関して、把握漏れしてるし、
あとなんか1番がね、めちゃくちゃ臭いよね。っていうことが めちゃくちゃでしょ。で1番って7番オーカーに乗ってるわけでもないんでしょ。で、9番のシーンもなんか、9番が白漏れしてるからなんとかって言ってもかかわらず、7、8があるから8漏れになった方がいいよっていうのが意味がわからないかな。うん、漏れだったらなんか弱すぎるかなと思ったけど。はい。まあ4、5どっちか。どちらにしようかなって決めていいと思ってます。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、9番です。すいません。ちょっと、把握漏れしてました。8番さんが7番さんに白を出したと勘違いしてました。7番さんが8番さん白からの2番さん白ね、把握しました。で、4番さんと5番さんが例の把握。で、釣りたいのは4番さんですね。僕は明確に挙げます。理由なんですけど、4番さんは、まあ結構割と真面目に考察はしてたんですけど、僕を黒で追った時っていうのは、ラスール位置っていうのは挙げてなかったんですけど、割と1番さんっていうのは俺の把握漏れを指摘しつつも、7-8ローローって割と雑な精査をしていたから、4番さん視点でも7番さん視点でも相方軸っていうのは1番さん上がってくると思いますけどね。8番さんに関しても、7番さんとは、ライン精査合ってなかったですよね。なのに7番さん新目に見るんですか？で、5番さんに関しては6番さんと同様、パッション的に白いかなって思うから、5番さん真の4番さんが、狼だと思うかな、俺は。で、7番さんが強人だと思う理由は、8番さんが7番さんに白だったら、対抗ってのは狼で見るけど、7番さんっていうのは3番さんスタートの結果後方位置に出してるから、まあ、黒囲い狙った強人かなって思ってるかな。はい。僕は釣り切りますが4番さんから行きます。で、占うのは8番さんかな。8番さんが7番さんの新取りがちょっとよくわからないかな。ライン精査合ってないのに。まあ僕は把握漏れしたのは申し訳ないけど、把握漏れだけでシーンいきなり切るってのはちょっと、まあ村でもいらないかなって思うから占いますね。はい、4番さん入れます。1番のプレイヤーが発言します。はい、7-8ローローを追わない視点がよくわかんないんだけどね。7が多く、あ、別に7、8ローローを追った、7をロー軸でっていう話だから。7を疑ってたわけじゃないよ。7が狼だった時に7、8ローローが濃いと思うっていう話だよ。7が後方位置に打つメリットって、芯を取りに来ることくらいしかないから、狼だった時ってね。占い師に刺さったら結構きつい盤面だから、だからこそ相方囲うと思うから、相方がいた場合はね、だから7、8ローローが追えると思うんだけどね。まあいいや、それは。で、4、5に関しては釣り切るんで、もうどっちでもいいです。自分は5番さんからいきます。5番さんに関しては、もう4番さんの、新下げと自分の新っぽいところしか言ってないんで、5からいきます。この後、精査も伸びないので、5からいきます。で、明日は4番さん必ずいきます。で、7に関しては、語った理由が全然しっくりこないんだけどな。平和村作りたかったからって言うけど、どういう意味があるのかな。8に出して、8が、人外だった時に出ないっていう思考なのかな。7が2白で2が強人の可能性もあるし、7が潜伏して2の色を見たかった、2が強人かどうか見たかったっていうのがわかるんだけどね。正直96か78だと思ってる。3は白置きしてません。7の語り理由っていうの誰も気にならなかったね。456って。3番さんだけだったけどね。だから3番さん村勘定かなって思うから3番さんはもう村弾きしてます。そんな感じですかね。まあ5からいきますね。2番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。まず僕なんか村と全然意見が合わないですけど、4、5だったら僕5から行きたい。まあそれは1と同じ理由で5っていうのはグレーセッサー0だったんで、0、まあ最後の10秒ぐらいで7、9わからんって言ってましたが。なんで、僕は5から行って、占いだと、僕7の方がちょっと偽で見えるかなと思ってるんですけど、7っていうのは、例えば、8強人だって、で、8で占い師で出た場合って、その後2にしろって言ったら、もう明らかにおかしめなくなるじゃないですか。その行動をしているのって、なんか、おかしいなと僕7番さんには思うんですけど、なんで、1が一番下合うんですけど、ちょっと3の村置きは早すぎるかなと思うけど。で、そうなると、6、8? いや、でも6だと6、9しかないんですよね。7、8、6、9。まあ一番その精査わかるかなと思うけど。
まあそうだな。まあレノーは僕もロラするんで、まあロラしてる間に見えてくるものはあると思うんで。6も8も4から食ってるよな。なんだろう。まあ、その黒要素じゃないかもしれないけど、合心で見る理由が、いまいち僕にはわからなかったですね。じゃあ今度僕も例のやるときは対抗をずっと殴ろうかなって思っちゃったし、まあそんなとこかな。はい。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。俺ね、6が一番頭に来てんだわ。そもそも俺が霊能 CEO のチャットを送らせた理由がバッティングを狙ったっつってんのね。俺が一瞬目に偽が出てくるって思うっていう発言をしたのは、自分が出ないイコール出たら偽だよっていうのは布石で打ってるからっつってんじゃん。グレー、そもそもさ、5番に関してもグレー全く出だしから触れなくてさ、新霊能だったらさ、俺決め打つっつってんだから勝手に印象良くなるだろうよ。良くなるように自分も発言するだろうよ。それを何も3、4に触れないんだよ、グレーに関して。で、6も釣り切りたいっていう、そういうふうな発言最初からするぐらいだったらグレーの話もっとしろよ。何考えとんの、マジで。6番の頭が悪すぎて、ほんとイライラしたんやけど。どういうふうな解釈したら、偽物なんか出てくるわけないじゃん。出てくんの、それでも。なぜかって言ったら、22番面が人外理として一番強いんです。可能性としてなぜかというと、心霊能を間違いなく一縄使って、その大事な縄を一個削ることができるから出てくるんです。それでも。わかります ?6 番さん。結果こうなってんですよ。で、しまいには心霊能つって何考えてんのって感じなんやけど。俺、1、2に関しては、村弾きしたかな、1番に関しては。9、1のラインあるかもしんねえなと思ったけど、6がちょっと本当に行かれすぎて、もう精査がちょっとどうしようもないって感じ。はい。もう他はわからん。とりあえず明日行こう。夜が更けました。人狼に気をつけてください。昨夜追放されたものは人狼ではありませんでした。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。3番5番のプレイヤーが発言します。昼間に追放された4番プレイヤーは村人陣営です。まあ、8、1、2はゲームやめた方がいいよ。うん。グレー精査しないから。うん。お前らだよ。霊能精査してないのは。4番に芯があるわけないだろ。うん。役があるからグレー精査する必要がないんだよ。大事なこと伝えてんだよ。偽をするんだよ。で、決め打つんだよ。お前らみたいなのはいるからな。くだらないロラをするんだよ。4番はな、陣外で6番に言ってる。6番が何かわかんないけど。村が何かわかんないけど。まあ、8時には説教してやるよ。うん。グレーセサなんかいらねえんだよ。俺の仕事は色を見ることだ。お前ら舐めてんのか、まずよ。お前らだよ、やらなきゃいけないのは。8、1、2が村だったら。お前らがやるんだよ、グレーセサは。お前らみたいなポンコツのせいで俺はな、釣られるんだろ、死んでも。お前らがやるんだよ。俺がやるのは4番についてだけ述べればいいんだよ。で、色を出すんだよ。お前らがな、霊能語ってグレーセサしたら釣ってやるから。うん。信用ならねえんだ、そんな霊能は。色を伝えるんだよ。まともに考えたら伏線張ってる俺が死に決まってんだろ。4番が死んだらすぐ出るだろ。偽を待ってました。そんなの死んだわけないだろ。お前らがやるプレイか、8-1-2。教えてくれよ、8-1-2。感情的な6を村だと思いたいが、
7か9にローがいます。はい。これは言っときます。7番死んだら9、6です。はい。9番死んだら7、8か7、1か7、2です。8、1、2がムカつくから、7、2は行きたいところですが、ちゃんと話は聞きます。はい、以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、2日目よろしくお願いします。まあ、私に黒。もう、ごめんなさい。私の中で9番さんが真、決め打ちになってしまったんですけど。まあ、私、4番さんからなんか頭悪いとかすごい殴られてたし、まあ、人外視されてたかな。まあ、7番さん、私に黒を打ってきたのかなって感じですね。まあ、そもそも私を占った理由も、うん。なぜかなっていうところは理由は聞かせてほしいかなって思うけど、もう私の目線、うん。もう9番さんが真しかもうないんで、7釣りをしたいかなと思って持ってる。私は昨日4番さんに出たけど、5番さんは、感情的に真だと私は思ってますね。まあ、釣り切り派だけど、2週目の今日の発言を聞いても、まあ、例の真だと思います。でも、7番さんは、もう私目線に正確定なんで、今日かどうかわかんないけど、まあ、先にそっちを釣りたいかなと思ってる。で、まあ、霊能の方に今日が出てる可能性の方が高いから、4番さんが今日じゃ、7番さんがローじゃないかなとは思ってる。だから、7番さんの先釣りたいかなと思ってますね。5番さんは、私、新規目打ちしてもいいレベルか、釣り切り派だったけど、新規目打ちしていいレベルかなと思ってます。7番、今日は私に7番さん行きたいです。もう9番さんシーンでしかもうないんで、7釣ります。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まず理由云々言う前に、今回の投票はばらけたくないんで、6、7ランにしてください。6か7です。お願いしますね。はい、なぜかというと 6に黒出てるから。はい、お願いします。6番さん。占い理由ないっていうか、まあ、占い理由っていうか、2日目で6の次俺だから、そもそもあなた理由聞けないっていうね。はい。6番さん占っている理由は簡単ですよ。うん。まず、9番が1日ね、2週目、8番にすごく触れていたことから、9番をロジックで置くと、俺は8、9はないかなって俺言ったよね、2週目ね。はい。で、怪しい1、1っていうのは1番か、もしくは色を全く見せない6番か。3は印象いいっつったから。はい。で、1番を占わない理由は、1番って1周目ね、なんていうの、あるんじゃないかって言ってることは、俺に占い師でもあるってことだと思う。だから2周目も俺を疑ってきたってことは、なんていうの、芯がないっていうことは、占い師を入るって言えばいいかな。うん。で、かつ、なんて言えばいいんだろう。まあ、なんだろう、もう村っぽかった。ごめん。ちょっといろんな理由言えなかったんだけど、村っぽい。はい。ね、6番が全く色落ちない。はい。6番占った。黒だった。それだけ。はい。はい。多分、6球で終わるんじゃない？はい。6番釣ってください。もうこれ以上何も言えないです。占い理由は、こんぐらいです。はい。8番のプレイヤーが発言します。まあ、普通、盤面的に見て、9番のシーンってのはないから、まあ、7番シーンでいいと思ってくるけど、とりあえず5番釣りたいかな。なんか気に食わないっていうか、5番が村にいらないかなと思ってるんで、シーンでもいらないし、レノンセサなんでいらないんだから、別にシーンずっともいいじゃんって話だから、適当に入れてました、4番に。あ、5番にね。どっちでもいいから。なんでレノンってさ、なんか、いられたら怒るんだろう。どうせ対抗釣れないからいいんじゃない別に、ローランされるんだから。頭悪いかなと思っちゃったから、5番に関しては。まあ、悪いんだろうけど、実際。うん。なんか5番釣って6番釣って、出るんじゃないですかね。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、9番です。まあ、8番さんだったら白でしたってことなんですけど、まあ、7番さん昨日は強靭で見せたんですけど、これは5番さんの芯は高いと思うかな。さすがに人外であんなぶち切れしてたらちょっとやばいなって感じだから、5番芯で4番さん強靭でいいんじゃないですか。はい。7番さん黒の1番さんか2番さんでしょ。まあ、冷まさないと思うんで。
もう8番さん白だけどな、なんでそんな俺の偽を追ってくるんだろうか、わかんないですね。はい、7番さんいきます。で、1番さんか2番さんを占ってっていう感じかな。7番さんに関しては、まあ、出現って捉える人もいるかもしれないけど、まあ、6級行ったら多分終わるって言ってたんですけど、俺5番さんの趣味は高いと思うからこそ、6級で多分終わるじゃなくて、6級で終わるって言い切ってもいいと思うけど、7番さん目線だったら。まあ、7は黒なんで、はい、黒ってか人外。まあ、黒だと思いますけど。かなぁ、まあ、8番さんは考え直してほしいかなって思いますね。はい。5番さんこれで人外だったらやばいなって思います。だから5番さんは新進行でいいとして、7番さん行ってほしいですね。はい。で、1番さんと2番さん占います、どっちか。1番のプレイヤーが発言します。じゃあ1番、9番の芯もあると思うんで5番さん行きますね。5番さん。村は5番さん行ってください。9番の芯もあると思ってるから5番さん行ってください。やっぱり7番その語り理由がわからんから、そこはね、引っかかってるから。ただ6が黒いのは黒いよ。6が黒いのは黒い。6って、なんだろうな。全然色落とさないんだよね。なんか、7級審議つけてなかったし、1日目もね。だからな、6は黒いけど、だからほぼほぼ9、6だと思ってるけど、まだ芯があると思ってるんで、5番さん行きましょう。精査を伸ばしましょう。で、5番さんに言うけど、霊能なんだったら、太鼓、どうせ釣り切るっていう話でしょ？だったら、太鼓釣るから、普通に。だから、グレー考察を落として村を勝たせようとしてくれよって話なんだよ。5番さん目線の7級精査しっかりする。で、7が狼で置いた時のどこが狼、9が狼で置いた時のどこが狼っていう考察を残してくれないと5番さんの芯が追えないから5番さんに行くっていう考察になるんだよ。ただ、芯は決めれないから、自分目線は。だから、5は釣るよ、絶対に。で、7がローだった時の7にローってないと思ってる。わざわざ、語りして2に白打たないと思ってるから。だから7が死んじゃないかなって思ってるけどね。進路進路か。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、2日目、お願いします。僕、7番が6、7の欄にしたことから、7強なのかなって思っちゃったかな。なんで5、7強、5、あ、そっか、もう1匹はあんのか。なんか7が強靭に見えたけどな、違うのかな。そうだな。まあ僕、まあ僕も5番さん行くんですけど、どうだろう。まあ4番さんも、なんかこのガチ勢怖いっていう村にはそぐわないのかなと思ったけどな。5番さんが村の時、霊能が2人出たらグレーセーサーしろって言わないんですかね。そこを5番さんに聞きたいかな。僕7が偽強靭。9戦だった場合、どうだろう。9、6か9、1か。ん？あ、9は6、白か。あ、そう。じゃあ9、1になるのか。いや、あんま1で見えないな。あ、そうか。じゃあ、7進？まあ確かに騎士出てない状況で狂ってるのは強いっちゃ強いと思うな。いや、マジで明日の占い結果、楽しみかな。9が偽だった場合、ほぼ僕に黒打つか？どうなんだろう。8隠し色ですもんね。5いきます、はい。全プレイヤーの8。私はただの石、私はただの石、私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。8-1-2は負けたらしゃっかり謝罪しろよ。こんな例の精査もできないんだから。お前らみたいなのがいるから負けるんだよ。6でも7でも色見ればいいんだよ。6が黒だったらな、6級だろうし。
6が白だったら7、1か7、2なんだよ。お前らはちゃんとグレー生産もできてねえだろ、占い生産も。特に2番とかよ。ちゃんと考えろ、盤面を。8は隠し白なんだよ。7はもう全部白なんだよ、8、1、2は。8、1は白。だから8は隠し白。わかるか ?9 番、だからもう4番が強靭だから、6、9はもう確定なんだよ。7が真であれば。9が真であれば7の相方が1か2なんだよ。わかるか白か黒かによって、じゃない方が一応7の相方扱いになるってことは1番2番の。その場面すら追えないやつってマジでお前らみたいなのがいるから、この霊能生産もつかないんだよ。お前らみたいなのがグレー生産したら釣ってやるから。うん。しない方の方が死に決まってんだろ。出方見てわかんだろ。一周目の出方見て。これがまずわからないって時点でやばいんだよ。お前らみたいなのに、任せたら負けそうだよ。まあまあ、陣外だったらどっちでもいいわ。陣外、8、1、2に陣外がいるなら別にどっちでもいいんだが。ならない方がもしいるんだったら。8、1、2はちゃんと考えろって話だ。村だったらね、わかんないけどね。二人はいるってことだけど。こんなつっかえねえ村人が二人もいいんだろ?うん。4番の方は確実に陣外って言えないレベルだってことが恥ずかしいんだからゲームやめた方がいいっていうレベルだ。うん。暴言レベルじゃねえぞ。常識レベルで俺が真と追えないってことが問題なんだよ。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。はい。6釣って9釣ります。1番にもなんでそんな9番のシーンを追おうとしてんの?頭悪いんかなと思ったけど。あ、これじゃあなんか暴言って言われるのかな。どう考えても1周目、もうそもそも1周目で、1日目で7番のシーンって、わかるくね?って思ったけど、まあいいけど別に。で、一番騎士ね。まあ、プレイはどうでもいいか。まあ5番はね、なんか単純に、もうちょっと頭使って、人狼やった方がいいんじゃない?だから5番っていうのはグレースさしないんじゃなくてできないんでしょ。だからそれを、ね、しっかり村の前で、僕はグレーこそできないんで、対抗を投げると自分の仕上げしかできませんって言えば別にいいじゃん。うん。な、5番。認めろよ、自分で。頭悪いってこと。人狼が身分の開示を選択しました。うん、まあ、あのね、8番、お前が言う立場じゃないんだって。うん、霊能精査もログにつかないやつは何言ってんだっつうの。うん。釣り寄られても俺は6番に入れれんの。もう。俺の仕事は色を見ることなの。夜が明けました。1夜は禁止だったから噛まれないためにすり寄ったんじゃないの。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番、まあ、勝てばどっちでもいいよ。村人陣営の勝利です。いや、なんで狼